田村淳氏は、日本の女性声優、アイム・エンタープライズ所属、青森県生まれ、東京都育ち、小学3から4年生くらいに当時好きだった、テレビアニメ、ドゥローニ県心明治剣格ロマンタンの作品の資料集のような本を読んだところ、演じていた、声優人のプロフィールやコメントが掲載されており、いろんな作品のキャラクターの声を当てているんだと分かって、他の作品も見て、 このキャラもやってたんだ。と感銘を受ける。その頃に、声優っていいな、なりたいなと漠然に思っており、もともと変身願望が強く幼稚園の時に、いい女になりたいと言っており、アニメで男の子役を女性声優が演じていることを知ると、かっこいいなと憧れていた。小学5年生くらいの頃から両親に、 宝塚歌劇団の舞台を見に連れてもらって、男役を演じていた女優を見て、こんな風になりたい、お芝居って楽しそうだなと憧れていた。中学では演劇部に入部したが、部活のコーチが、普段女の子として生活している子が演劇で男の子をやっても女の子らしさが出てきてしまうと述べており、ボーイッシュな女の子の役とかをしていた。 しかし演劇だと自分の容姿によって役が制限され、声優なら男の子役、色っぽいお姉さん役も演じられ、性質によってできない役はあり、声優としてなら演じることができるかもしれないと、本格的に声優になろうと決めた。日本ナレーション演技研究所を卒業し、2007年にテレビアニメ EF A Tale of Memories でデビュー。2008年、 バトルスピリッツ少年とパバシンで初主演。2014年8月、喉にできていたポリープ切除のため一時休養。9月1日復帰したことをブログに適載し、9月8日、配信のラジオ番組にて状況を説明した。ハスキーボイスを活かしての少年役が多い。特に趣味は書道とフルート。書道を始めたのは小学校1年生ぐらいから。 臨書が主で、創作など他は苦手で、行書、創書が得意。現在は、師範大である。食べること、寝ることが好きで、好きな食べ物はパスタ、梅干し、つまみ系など。お酒も好き。ぬいぐるみが好きで、話しかけたりする。年頃弟が一人いる。田村少年という愛称がある。ただし、少年役を多くこなしていることとは直接関係がない。 バトルスピリッツ少年とパバシンでデビューし、共に共演をした西村麻也、キルミーベーベーで W 支援をした赤崎千夏とはプライベートでもそれぞれ進行がある。2014年8月に声優活動を1ヶ月ほど休養した。理由は喉にできたポリープ雪上のためで、ポリープ自体は2012年頃からあり、高音域の部分にあったことから高い声が出せず、 かすれる状態だったという。逆に、低い声は出しやすく、プライベートで喉を使いすぎなかったため、症状が悪化しなかったという。しかし仕事の都合から2014年8月になってしまったという。術後は、ボイスサンプルに近い、声優初期の声に近くなっている。ふとじは、メインキャラクター。担当女優映画、ドラマアニメは、インターネット配信。ありがとうございます。